3103さん、マスクを寄付した中学生のニュース素晴らしいですね。転売ヤーのクズどもはこの世から消えろ。私以外の転売ヤーですよ。ガードの転売してるじゃないですか。いや転売とかなんかこうリサイクル系のなんかいろいろやってるらしいんですよ。あリサイクル。リサイクル、まあ物は言いようですけどね。なるほど。はい、あでこれ奥山さんにもメッセージが。あ私に。画伯のジョンロブ3万円で買い取りますと。あの15万ぐらいした。まだ使ってます。まあ、あの時は皆さんにカードを借りてすみません、ね。そうですよね。申し訳ないです。そんな過去の恥ずかしい思い出が。はい、ありますなんかあれどっか行った時に、はい、ちょっとジョンロブワシントンでジョンロブ行くかと、はい、ジョンロブってそういう靴が高級な靴があるんですけども、はい、その靴買うかということで、はいまあ、ウキウキして見に行ってですねあもういいものがあるということで買ったら、はい、なぜかちょっとあのカードのちょっと持ち合わせがなくてで僕がカード僕のカードで買ったっていうすいません、はいまあ、ちゃんと返してもらったので全く問題ないんですけど、はいはいはい、ありがとうございます。むしろポイントついてラッキーぐらいの感覚ですすいませんその説はお世話になりました、はい、そうですねはいということでありがとうございます、はい、奥山さん今これ男塾読んでるからじゃないかってコメントありました、ね、男塾読んでるからちょっとキャパオーバーしてしまったんじゃないか笠谷様あの男塾はどういう文脈で読み始めたんですか。男塾はあの Kindle Unlimited っていう、はいはいはい、あの月980円の読み放題サービスがあるんですよサブスクで、はい、でその中に男塾が含まれていて、はい、あそういえばなんか男塾っていう漫画聞いたことあるけど見たことないなと思っていやだから80年代のやつですよね80年代のやつでで1巻だけダウンロードしてみたら面白くて確かにこれネタで使ってる人いるなとか油風呂とか直進行軍とか直進行軍それであのやっぱあれギャグ漫画じゃないですか。はいはいギャグ。いや本来違うんですけど。いや初めギャグなんだけど後半なんかシリアスだったりみたいな。そうシリアスなんですけど結局でもあれ死んでも生き返るってそのギャグ。めちゃくちゃだね。はいありますねありますね。そうあとインベーションも。インベーション。なんとかによるとこの憲法は殺人憲法として恐れられみたいな。出てきます、ね。僕ねそう関西さんが読んだっていうのを話聞いて、はい、いやちょっと血が騒いでですね、はい。昔僕もリアルタイムでちょっと読んでた記憶があるんですよ、ね。はい。油ブラとかちょっとなんか覚えてて。はい、あ久々に読み返したらあそうだそうだ思い出したという感じで僕ちょっとカゼさんにあのかなり影響を受けてしまいました男塾仲間になってしまいました、はい、ありましたねああいうだからなんか言い回しとかは、はい、結構その番組をやる上で参考になるというかいやいやああいう強引な話の持っていき方というかネタとしては非常にポイント高いなと思います、ね、確かに確かに、はい悪い予感がするのを松尾とかね知っているのかないでそうすごいですね、はい、もう大体なんか、はい、出店民名処分にしとけばいいんじゃないかなみたいなそうですそうです僕もあれあの昔読んでた時あ、はい、こういう本本当にあるんだと思ってはいすっかり騙されてましたけど、はい、ちょっと話がなんか話しましたけど、はい、来ますよ本当にリーマン以上ですよリーマンの時にやっぱ何が起こったかっていうと株価が落ちて、うん、4段階ですね、うん、よく言われる株価が落ちて、はい、会社の業績が悪くなった後に必ずあのほら我々ありましたよねあの年金違う年金じゃないあの年越し派遣村、はい、あありましたねありましたね2008年から9年にかけての冬じゃないですか、はい、あれまず来るんじゃないかと僕見てます、うん、はいそう年金派遣村が来て、うん、でその後に今度はまあ土地が下がるっていう、うん、まあ多分4段階があるんですけど、うん、それまでに世界経済がだから回り始めてくれないとリーマンの時はほらね金融が崩れただけなんで金間の巡りがちょっとあれだったけどってことで実体経済そのまま動いてたじゃないですか、まあ、物流も普通にできますし今回人が映画館もダメだし、はい、あのライブもないしライブもないし、はい、授業にも行かないし、うんまあ、テレワークもやってるしみたいな感じで、はい、実態が動いてないっていうのは本当怖いなっていうそうですよね、はいはいまあ、我々はまだ、まあ、割とそのテレワーク的な感じなことはできますけどできますけど一般的にその電車に乗って会社に通ってっていう方からするとちょっと怖いですよね。怖いですね。実体経済が動いてないと本当まずいなっていう感じです。なので皆さん本当にあの本当この番組をご覧の皆さんは本当に助かっていただきたいというか、うん、生き残っていただきたい。それはリアリストにならなきゃいけないんじゃないですか。だからやっぱ我々もちょっとこう、はい、まあちょっとこう笑い話としてそのさっきの1万2000円とか言ってましたけど、あれもっと言わないと本当はね。日本政府本当にあのくらいでやりかねませんからね。いやあれ意味あんのかぐらいの。いいのまあ5万いやでも5万もね。せめてもっと丸もう一個つけてくれよそうですねだから年収600万700万円ぐらいまで10万支給しますとか言ったらおそうなら、ね、おそうです、ね、やるじゃん確かにだって1万って買えないですよ2回のみ行ったらなんかおしまいみたいなおしまいですねこの本2冊買ったら終わりなんですから
そうですよね。そうですよ。いやー、こう消費落ち込みますよね。だから10万あったら、うん、まあ、外食だったらまあ10回とか。おー、そうか、はい、でもね、それでも10回ですからね、うん、いやいや全然でも限定商品券みたいな限定商品券、はい、アメリカだったらね、小切手そのまま来るっていうね、小切手、はい、ありますけど、いやー、これ日本もなんかそれぐらいドラスティックなことガツンとやってくるいただかないと、本当サプライズが来るぐらいのやつをねやってくる。せめて20万ですよ。あ、せめて僕最低限20万ぐらいと思ってるんですけど、いや、カズヤさんどれぐらいもらいたいですか。もらいたいですかって、もらえるもんじゃないですけど、もらえるんだったら、はい、まあ、10万15万ぐらい。10万15万最低限、はい、最低限ですね。それも最低ラインですよね。そうですね、はい、でやっぱそうするとやっぱ日本のそのやり方としてはやっぱ 10倍でも甘いという、うん、だから個人的には減税してくれた方が、別にお金いらないから、あ、個人的にはそれでまあ買い物増やすとか外食増やすとか、確かににした方が経費をね、もうちょっと回せる、あの、加藤さんだったらカメラ買うとか、そう、カメラ買うとかパソコン買うとかあるじゃないですか。いや、僕も確かにそれはありますね、うん、いや、僕それだったら 10万いくらもらうんだったら僕ジョンロブ買いますよ、じゃあもう全然行きますよ、はい、それはそれ外国に金流してるだけじゃないですか。そうか、そうか、それはいかんだと確かに。でもまあそれぐらいの本当劇的なねことをやっていただかないと、うん、なかなか日本これから経済回していくのが厳しいのか、やっぱり一回止まってますから、うん、サプライチェーンをちょっと動かさないといけないなっていうのは本当ありますよね。そうですね、はい、では本当あの皆さんも、はい、5000円欲しいとか、あ、5000兆円欲しいか、5000兆円むちゃくちゃなこと言ってる人いますけど、はい、何年分の国家予算だいや国家予算分ぐらいもら、練習分ぐらいもらいたいですね、本当ね。そうですね、全然いくらでも回しますって。だってそれぐらいないと余裕持って使えないですから、ね、はい、あの実際ほら我々オーストラリア、はい、一緒に行ったことありますけど、あそこ物価高いじゃないですか。であそこで5万って言ってましたからね、あ、今回、まあ、まあ、初めの段階ですけど、うん、まあ、5万一時金として給付するって言ってるんで、うん、それだったら日本ももうちょっと、まあ、5万オーストラリアがやってるぐらいですから、うん、経済大国である我々もうちょっと奮発してもいいんじゃないかと、ね、思いますよ本当。それは最低5万ですよね。最低ですね、はい、最低ですね、最低ですね、はい、1万2000円以上って非常に曖昧な数字で、普通に12万ぐらいはありでしょう、うん、そうですね、はい、うん、言いたいこと言ってますけど、我々財務省じゃないんで適当なこと、いやでもそれぐらいのやっぱインパクトがないとダメ、うん、ダメじゃないかっていう。いや、そう、それやったら野党も何も言えなくなりますよ。だって野党だって経済対策しろっていうこと言ってるわけですから。言ってますね、確かに、確かに、うん、ああ、その辺はね、うん、だってあのなんて言ったってあの令和のあの、はい、党首の方だって山本太郎さん、メロリン級だって一応、はい、消費税減税って一応言ってましたからね。そうですね、ちょっと前もう消費税なくすぞぐらいの、もう国債どんどんすれみたいな、それぐらいは言ってほしいな、うん、誰かもうちょっとぶち上げてもらいたいなっていう感じがありますよね、うん、はい、やっぱお金ないとお金使わないじゃないですかね、うん、節約して使おうってことじゃない、なんないんですかね、うん、確かに節約してもできることってやっぱ限られてくると思う、はい、いや本当これから我々やっぱ資金を得てですね、うん、経済回していくっていう方向にやっぱ切り替えていただかないとっていうふうに思います、うん、まあとにかくそれまでは一回そのコロナウイルスがそのやっぱこう収束するまではどうしてもその戦いのフェーズがやっぱりまずあるんで、その後の経済復興の部分というところをですね考えると、まだまだちょっと先は長いかもしれないっていうのが心配材料なんで、もう本当皆さんあの本番組ご覧の方はもう生き残っていただきたい、はい、でそのためにはもしかしたらこういうリアルなねリアリズムみたいなこの視点をあのこう身につけとくっていうのは僕は重要なんじゃないかな。そうですね、まあ、今その自宅待機されてる方も多いでしょうから、はいはいはい、まあ、この時間のある時にですね、この体調を読んでいただいて、ね、リアルな、ね、リアルなその国際政治のリアルなところをリアルな知識をこれで得ていただければいいんじゃないかなと、はいはい、うりうりさん、スーパーチャットくれてる人で、はいはい、最近いないなっていう人がいたんですけども、はいはいはい、どうやら復帰してきたような。お、そうなんですか。あ、もう5時10分から2400待機されて2440、ありがとうございます、ウリナラは花崗岩地帯で、花崗岩から放射される微弱な放射線によってイルボンより自然界のレベルが高いにだ。今某対策として花崗岩が有効だと医学界で注目されていることは、あらゆる健康法に精通した和田さんは当然ご存知すみだ。チャンネル視聴者の皆様へ、はい、ウリナラの世界最高品質花崗岩を今なら1個分の値段で5個お届けするにだ。めちゃめちゃ長いですお申し込みはウリー鉱山開発日本総代理店の OTB までお申し込み待ってですね通販番組みたいな勝手に代理店にされる。次は塩水とか書いてますよダメじゃないですかそれ。いや今、はい、例のねあの、はい、流行り病のせいで結構流行り病、流行り病せいで、はいはい、結構こういう花崗岩がいいとか、はい、謎の健康法がなんかウリウリさん
あのコロナにかかったみたいな話してて2週間隔離するとか言ってたんですよ、はい、ということであの2週間開けて、はいはいはい、こうネタとしてわざわざ開けて来るっていうそうなんそうなんですよ。そういうこの芸の細かい方なので。ああなるほど、はい、なるほど。設定を自分の設定をよく分かってる。そうですね。なんか盛り上げるために逆にもうこのオンザボードの人が書いてんじゃないかなぐらいの。なるほど。それぐらい熱心な方です。